ウランパルスの地平の果て、いずことも知れぬ場所にその平原はあった。強きが弱きを喰らう野生の掟が支配するこの地では、たくましき開拓民が魔物を借り日々の糧としていた。逃したら後がないって感じだ。そっか、ハンターだから分かるんだ。話を聞いてみるか。道に迷ったか。地図をやるからどこへでも行きな。狩りならよそでやんなよ。うまくいってないらしいな。獲物が減ったか。ああ、の嵐が起きてからだ。それまでは獲物で溢れかえってたのに、嵐を調べに行った仲間も帰ってこないんだ。嵐の原因が知りたいってのか。仲間が調べに行ってるが、たとえ分かってもハンター以外には教えられないな。ノエルもハンターだよ。一応ハンターの端くれだ。ほう。狩りに自信があるなら腕試しでもするが、最近ちょっかいを出してくる魔物どもがいてな、そいつらを退治するってのはどうだ。頼んだぞ。奴ら何を企んでるか分かったもんじゃないからな。いたずら好きの魔物を狩れと。この近くを探せばいいんだね。仕上げだ。
一瞬の期間か。いたずら野郎を片付けたって。まずは礼を言っておくよ。もう一つ頼まれてくれねえか。なんかウールが足りなくて困ってるらしい。魔物を退治してくれたってね。実は兄さんたちを見込んで平原にいる羊の毛を集めてほしいんだよね。お言葉に甘えることに。平原に普通よりでっかい羊がいるだろう。ことを調べてる。嵐はすごく暑い日に。どうする？暑くなるのをのんびり待ってる？もっといい手がないかな。近くに天気を操る機械があるよ。魔物の関係は分かってるかい？ここいらじゃ天気を操れなきゃ一人前のハンターとは言えない。分からなければいつでも聞きなよ。
物を吸い込むのは日差しが強くてくそ暑い日さ。ごちそうはお預けだ。戻ろう。スノーが無茶しないうちに。心配してくれるんだ。早くスノーのところに帰りたいだろう。頑丈なのが一番の自慢の人だから。離れていても元気なことだけは信じられる。俺なら無理だな。大切な人と離れるなんて考えられなかった。そばにいたっていついなくなるかわからない、そんな世界だったから。ノエル、いいんだ。運命は変えられるって信じてここにいるから。開けるたびに嵐になってたと。クリスタルが語る。
結局助けられちまったな。やっぱ一人じゃ無理だったわ。勝ち目がないって分かってたんだろ。なんで戦った？ファングとバニラがな。無謀なのは分かってたが、柱が蝕まれるのを、二人が傷つけられるのを黙って見てられなくてよ。仲間のためにじっとしてられなかった。バカだ。言い返せねえや。あんたみたいなバカが一番嫌いだ。守る守るって守られた方がどう思うか考えたことあるのか。自分のこと考えてくれなきゃ、あんたが守りたかった人が悲しむんだ。だけどお前もスラを守ってくれたの。元いた場所ではお前の村や大事な人を守ってた。俺とやってることも同じじゃないか。違う。俺はできなくて守れなくて、だから一人残って。でもそうだな、ノエルの言う通りだ。生き延びなくちゃ守りたかった奴の笑顔も見られなくなるもんな。一人で突っ走って悪かったよ。スウォーつうわけでセラのガードもうしばらく頼むな。なんだよそれ。時間切れだ。どうして？パラドクスを解決したよ。解消したからこそ時間が正しく流れたら、その時代にあるはずのないものが消えるのか。スローは矛盾が生んだ消えゆく歴史から来たから。いや、いやだよ。どうして？悪いな、セラ。そばにいてやれなくてさ。ダメ。どこにも行かないで。離れるのはもう。大丈夫。ヒーローは消えねえよ。ルシの楽園、どうして？また。スノー！時間を変えるってこういうこと。スノーをルシにされて、どうして？されたとは限らない。自分からルシになったのかもしれない。そんなわけない。自分から望んでルシになる人なんていないよ。守りたいものがあったら、守るために力が必要だったら。でもだってルシには使命があるんだよ。成功しても失敗しても。あいつは自分を顧みないで人を守ろうとするタイプだ。仲間を助ける力が手に入るなら、喜んでルシになってやる。そんなこと言いそうだ。そういう人嫌い？嫌いだけど気持ちはわかる。決めた。スノーは誰かを救おうとして無茶ばかりするから、そういう彼を私が守る。私がルシになった時支えてくれたのはスノーだから。今度は私の番。今は離れていても必ずたどり着くよ。別れを迎えるとき、人の思いは二つに分かれる。ある者は共に過ごした過去へ戻りたいと願う。またある者は再び出会う未来を目指す。セラ、お前が目指す未来へ歩き続けてくれ。これで今すぐ黒雲が落ちることはない。あとはホープの仲間がうまくやってくれるって
信じよう。には取れなくてもモグならお手の物だよな。お任せよ。マル、そこだ。成功。新しいゲートか。行こう。うん、許すのか、彼らを。決めるのは私じゃない。休憩。ありがとう。なあ、セラ。ん？俺はライトニングのことを夢で見たって言ってたよ。ああいう夢って今でも見る？ううん。お姉ちゃんの夢はあれから見てないかな。その日あったことを夢で見ることはあるけどね。そっか。どうして？なんでだろう。じゃあ私も質問。あの子、ユールのこと。セラが会ったユールのことはどっちも知らない。どういうこと？あの子も私たちやスノーみたいに時間を旅してるんじゃないの？そうじゃなくて、代々生まれるらしいんだ。時読みの一族の中から同じ顔で同じ力を持って、そしてユールという名前を継ぐ。それぞれの時代にそれぞれのユールがいるってこと？じゃあオルバ教であったユールとエサスさんであったユールは別人。二人とも俺の知ってるユールじゃない。別人だなんて信じられなかったけど。クポー。ねえノエル、私たちが時間を超えてパラドクスを解消すれば歴史が変わって、ノエルが暮らしていた時代はどう変わるのかな。ひょっとしたら俺が存在しない歴史になったりしてな。可能性あるの？あくまで可能性。
そうなってもいいんだ。出会わなければあんな悲しみもなかったんだから。行こう。今は早くライトニングに会いたいだろ。前に来た時となんか違う気がする。モグ、ここも時の狭間なのか？時の狭間に間違いないクポ。ここはいっぱいあるバルハラの影の一つクポ。似てるけど別の世界ってこと？だから景色がちょっと違うんだね。モグ、そこだ。ドク、少し探検してみよう。ナイス。